東日本大震災で被災した皆さん、震災が起きた時はルクセンブルグにいる私たちはとても心を痛めました。あれから1年が経ちますが、今でもそしてこれからも私たちは皆さんのことを思っています。 そして皆さんの未来のために愛と希望を送ります。